シーウルフ、シーウルフは、ブリティッシュエアクラフトコーポレーション、後のマダが開発した、股間防空ミサイル。イギリス海軍のシステム区分は、GWS-25-26。シーキャットの後継となる新しい股間防空ミサイルについては、1963年夏より議論が始まっていた。1964年1月9日、爆料要求事項は、 GD302 として作戦要件委員会に提出された。空対地ミサイル、空対艦ミサイルや戦闘爆撃機のみならず、サブロックのような短距離弾道ミサイルへの迎撃も求められていた。またこの時期、フランスやオランダも似たようなミサイルを求めてたことから、同年5月、国際共同開発に合わせて要求事項が改定された。1964年4月より、 海軍と航空省の共同研究として各種の股間防空手段に関する比較検討が行われた。重砲は大量の弾薬を輸送しなければいけないこと、またレッドトップやサイドワインダーのような赤外線ホーミング誘導ミサイルは全方位抗戦能力や高天下での抗戦能力を欠くことが問題視され、棄却された。一方、既存の電波ホーミング誘導ミサイルであるスパロイー、e は、サイズ、重量が課題であると評価された。アメリカ合衆国のモーラーは、すでに計画中止の気配が濃厚となっていた。その代替プランとして、イギリス国内で開発されていたレーピアは、小型高速目標への容撃性能が疑問視された。独屈のローランドは、両国で導入の兆しがないことから、おそらく不適であろうと推測された。このことから、新しいミサイルを開発し、 電子攻撃と組み合わせて使用するのが望ましいと結論された。1964年12月には5つの試案が作成され、イギリス側はこのうち3つを大型、高すぎるとして棄却したものの、1965年5月にパリで行われた会合を受けて、このうち高性能の試案は検討対象に復帰することになった。そして1965年10月15日より、 コンフェッサーとして、イギリスによる国家実行可能性調査が着手された。しかし、検討過程で、高性能を求めるフランスと中庸を求める、イギリスとで要求仕様の際が、顕在化したことから、1966年3月、共同開発は打ち切られた。また、上記のオランダのほか、西ドイツも開発参加を検討していたが、これらも実現しなかった。イギリスは、 重要的な B 案を採択し、8月には PX430 と称されるようになった。1968年7月には初期生産契約が締結され、1973年には最初の試射が行われた。本システムは設計段階から高い対艦ミサイル防御、ASM d 能力が要求されていた。当初の要求事項では6秒間隔で襲来する。 レーダー反射弾面積 RCS0.1 平方メートルの小型目標2個に同時に対処することが求められていた。一発あたり命中降参は0.7と計画されていた。ただし横下目標に対する光戦能力は限定的であり、フォークランド紛争で両艦防空を行った際には脅威目標と護衛対象との間に割り込む必要があった。本システムは 新開発の6連装発射器を使用するものとして開発された。もともとは前任者である C-CAT の発射器からも運用できるように求められていたが、経費節減のためこれは断念された。発射器ごとに12発の卵が設けられているほか、追加の速横弾もあり、22型バッチアイでは、四4 8発、バッチ EEE では、計6 0発の速横弾が搭載されている。 また発展型の GWS-26 では32セルの VLS が採用されており、これに伴ってミサイルにも水力変更機能を備えたブースターが付された。下記管制レーダーとしては当初は910型が用いられていたが、後に低空目標対処能力を向上するとともに軽量化を図った丸高2社の 805SW が開発され、911型として 正式化されて、22型バッチ2の3番艦、ブレイブ、九94以降で搭載された。これに伴い、システム区分は、GWS-25 モッ d 3に変更された。また910型搭載艦も1988年より、順次に換装された。GWS-26 でも踏襲されている。一方、レキュー級フリゲートでは、 マルコ高2社の ST1800 に SW が採用された。GWS-27 では、フェーズドアレイ化した ST1800 を採用して、同時多目標処理能力を付与することも計画されたが、これは断念された。武器管制を担当する電子計算機としては、GWS-25MOD-0 では FM1600B、MOD-3 では FM1600E、 GWS-26 では、回2420が搭載された。また本システムでは、目標補足レーダーが連接されており、g w s 2 5 m o d 0では967、968型レーダー、m o d 3では 967M、968型レーダー、GWS-26 では996型レーダーが搭載された。 このコンセプトが成功を収めたことから、アメリカ合衆国の MK-91 ミサイル射撃式装置シースパローアイビプドムズにおいても、これに反を取ってトスが組み込まれた。22型フリゲートの2隻とリアンダー級フリゲートに搭載されたシステムは、フォークランド紛争で激しいアルゼンチンの航空攻撃を受けたイギリス艦隊の防空に活躍した。 1982年5月12日には、ブリリアントが8発を使用し、A-4 スカイホーク攻撃機2機を撃墜、1機を墜落に追い込んだ。しかし、5月25日に42型駆逐艦、コベントリーの防衛に当たった、ブロドソードは、2回目の攻撃に対して行った、回避運動の影響で、シーウルフが発射できず、コベントリーは撃沈された。紛争中、 経営後期の撃墜を記録している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。